ダメですね。はい。じゃあ、とりあえず挨拶からいきましょう。はい。はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、はい、スーパーファミコンソフトのレミングスの、初見攻略プレイ、はい、やってます。はい、猫パラさんいらっしゃいませ。こんにちは。テミングウェイじゃないですね。はい。ここさま400ポイント、ありがとうございます。なんでですか、ユキゾラ様いらっしゃいませ。こんにちは。ということで。はい、題して、現実逃避の底辺が脱出を指南する配信のその11、難易度、トリッキーの、レベル26でしたかね。そこからやっていきましょう。うん、ということで、じゃあ早速、行ってみましょう。パスワード、EKA。今の帝様なら今日中に前へ向いけそうですね。いや、ちょっと待ってください。その、メイヘムだからなんかそれに、行く予定はね、どうですかね。それはアンケートで決めましょう。ねえ、だって、ねえ、結構ね、このトリッキーのね、難易度、ねえ、あ、トリッキー、タクシングの難易度ですらね、もうね、結構ね、苦戦してんですから。これより上行ったらもう本当にちょっとね、多分ね、さらにタイミングとか操作も心配になるでしょうし。ね、この辺が潮時じゃないかと僕は思うんですが、ね、トリプルトラブル、ナンバー2、99の80、99ですかね、1匹だけしか殺しちゃいけないんですよ、ね。まあ、昨日やってる、まあ、大体のね、やり方っていうのは、まあ、分かってはきているでしょうけど、ここでまず、こうして、ちょっと待ってくださいね。まず括弧ですよね。ね、死んでる。ちょっと、直接じゃダメなんですよね。ちょっと。こういうのも結構シビアですからね。ちょっと、でもあんまりあれすぎると、胸のことは言わないでちょうだい。何のことですか。シューティング要素があったとはねー。ニートはこっち。ああ、ダメだ。ちょっとこれもダメ。はい、何ですか、シリアさんですか。シビアじゃないです。シリアじゃなくてシビア。はい、13歳でいらっしゃいます。こんにちは。はい、ユアさんもいらっしゃいます。こんにちは。シビアじゃないのか、わら。シリア。結構のんびりやってるあれなんですよね。なんでですか。こっちも作るだけ作っておけばいいかな。ちょっと待って。はい、どうも18個目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。帝王様来ちゃった。で、はい、僕はハンバーグとシュークリーム食べたよ。そうですか。あ、ちょっと待って。18個目さんもいらっしゃいます。こんにちは。シニアじゃん、シビア。はい。かばやしさんもいらっしゃいます。ハンバーグとシュークリームいいですね。ちょっと待って。もうこれダメじゃない。二つやっちゃったし。やっぱちょっとね、ね、攻略法分かってね、重要でしたね。いいから、もうちょっとし。今日おやつなし、なし。ああ、やっちゃった。結構これむずいね。やっぱここでやめた方がいいんじゃないですかね。あと5面で終わった方がね、僕にとってもリスナーさんにとっても平和でいいと思うんです。ねえ、やるにしてももうちょっと間開けるとか。これ大丈夫かな。平和？何言ってんのよ。違いますよ。
大丈夫。こんにちは。はい、どうも、あやさん、いらっしゃいませ。こんにちはです。ちょっと待ってくださいね。こんばんは。こんばんは、まだ早いでしょ。おはよう。おはようは遅いでしょ。ワコテミングス。はい、どうも。おばんでございます。東松本ちゃん。おばんもいいから。でもこれちょっと階段が足りないからですね。挨拶してあげて、ちょっと待ってください。ごめんなさいね。あ、ちょ待って、ひどい。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。どうだ、階段壊してない？待って待って、これであと階段が作れるかですね。これ両方で、もう本当に借りられたりですかね。そっちじゃない、そっちじゃない、作ってる。ちょっと待って、でもこれだけだったらクライムでなんとかならない。でもちょっとダメか、高すぎるか。あっち、ああ、ダメか、落ちちゃうか。あ、え？あ、しかもそっち行っちゃうか。ダメか。ああ、ダメか。こっちは良かったけど、あっち失敗。むずい。はい、人造さんいらっしゃいませ。こんにちは。はい、ハイパーポコチン大魔王さんにヤッホーでありがとうございます。ダメだ。はい、プンコロさんもいらっしゃいませ。はい、アヤさんもいらっしゃいませ。こんにちは。ちょっとごめんなさいね。もう集中してるから。どうしてもコメントが見る余裕ないんだね。ガチな話、配信でいくら稼いでんの？え、はい、だからクリショで月1万ちょいぐらいですよ。そんなにほど稼いでませんよ。時給換算したら30円ぐらいですよ。ねえ、そんな皆さんが思ってるようないいもんじゃないですよ。ゴークツゴ。何がゴークですか。いやー、こういうものも厳しいかな。ゴークって元ネタなんなん？さあ、知らない。なんなんでしょうね。なんかポケモンとかなんか聞いたことあるような気もするし。何がゴークですか。聞いたことあるけど忘れた。うわぁ、もったいないことしちゃった。あー、ダメだ。これ階段が少なすぎるんですよ、本当に。もうちょっと余裕あればあれですけど、本当にここむずい。
解き方もあれだし、借りられたあれもシビアだし、これダメじゃん、落ちて死んじゃう。大丈夫か。ダメ。はい、ピクミンさん1000ポイントここからやってます。レミングスまっすぐ行ってるかするの、ね、ちょっとぐらい自分で考えてね。中野に階段作らせてるのって何か意味あるの？え？グレさんです。だってこっからね、だって U ターンしなきゃ、こっち階段作んなきゃ穴入っちゃうじゃないですか。こんなに1日中配信しても1万なんだ、そうです。そりゃもっとね、そりゃ人気になればね、そりゃ増えるでしょ。僕なんかじゃこんなもんですよ。だって、こっち側ね、こっち掘ってもらうためには、ここの階段素通りしてもらわなきゃダメじゃない？なんか方法あります？なんかもあるかもですけどね。僕はちょっとあんまり浮かんでない。いや、これじゃダメで、入っちゃダメなんですよね。なんか他にあんのかな。階段は確かに足りないからね。そういう意味では確かに無駄な階段使わない、なんかあるかな、でも。そっちじゃないんだよな。なんかあるかな。最強の配信者帝王でもそれぐらいなんですね。何が最強か知りませんが、そんなお金目当てでやるんだったらね、そんなもう稼げませんからやらん方がいいでしょう、それが人気の生主になれる自信があるならあれでしょうけど、暇つぶしとかのねあれじゃなきゃダメだ。なんかまともなこと言ってら。まともに、何ですか。言っちゃダメなんですか。これもダメだし。これきついっすね、本当に。解き方はこれでいいと思うんですがね。10年ニコ生を見続け配信者でもあった私の結論は何ですか。結論、10年も見てるんですか。すごいですね。人気配信者に必要なのはトーク力でも面白さでもなく、煽り体制とリアクション力だと思いました。いや、そんなことはないでしょ、やっぱり、ねえ、それな、そんなことはないと思うんですが、
れかな。サンジとか彼自身は別に面白いこと言わないよ。ん？ダメか。なんか違うかな、もっと確実な方法あるんですかね。サンジさんでもね、いろいろね、白紙だしね、やっぱりね、寝ない枠やれるね、やっぱあれでね、あれだし、ね。サンジさんって不潔さで売ってるよね。まあ不潔さじゃない、ね、不潔さはあれでしょうけど、ね、まあそれもね、でもやっぱりね、白式もリアクション力に入るよ、ね、あれがあれであるだし、あれがあれで、違うんかな。こっちはもう先に掘っちゃっていいのかな。掘ってからのあれなんかな。一人ってのはそういうことですかね。サジンさん。何のですか。あ、ちょっとまずい。これダメか。で、頻繁にリスナーに煽られて切れ出すのは人集まらんと思う。サンジのあれは寝ない枠って言えるのか。テレビみたいなわざとらしいリアクションは見立てだけどな。あんまりあざといとそれはそれででしょうけどね。どうなんでしょうね。まあね、ニコ生ね、ゲーム配信に何を求めてるかなんて人それぞれでしょうし、ダメだよな。掘るやつは殺すんでしょうね、左の方は。それで先にあれなんでしょう。手順は分かってきたけど。ここだけがちょっとね、なんとか。いや、ちょっと高いか。あ、でもそっか、掘っちゃったらあれだもんな。そういうデメリットもあるか。種をおもちゃにして楽しみたい人が圧倒的に多いと思うよ。だから煽り耐性が必要だし、切れちゃダメ。笑ってないと。ああ。でもね、でも煽り耐性が必要。でも切れちゃダメって言ってもやっぱりね、でもね、じゃあリスナーさんがね、生主に対して何にね、何してもいいかっていうのは僕は、それは違うと思います。それじゃあお金稼ぎたい、人気になりたいって言うんだったらそれは我慢でしょうけど。僕ね、僕自身がね、配信を楽しみたいって言うんだったらね、そんな、ね、何されても我慢するっていうのは、それは嫌です、うん。それは違うと思いますから。それはそうだね。旅を越したのは粛清した方がいいと思う。サンジもそれはしてる。
であとどうでしょうね、間に合うかですよね。高いか低いか、ちょっと低いかな、違うか、こうして横にあれして、あのストッパー爆破したら3時になあるんじゃ、どうでしょう、ちょっとこれで、時間はあれ余ってんですよ、ってな。この階段もあれか。ああ、もうないか。ダメか。何かがちょっとこの辺微調整しないとでしょうね。何がいけないんでしょう。確かにそうですね。途中まで掘って横に掘りゃ、あれか。やっぱりダメか。俺弱ってから。いやーきついなー、やっぱり。はい、牛さんもいらっしゃいます、こんにちは。斜めから横の方が安定取れるか。その辺は調整ってことか。やっぱこのゲームって難しいのね。難しいでしょう。はい、6時半ごめんなさいね。すいません、こんにちは。謎解きだけだったらね、まああれなんですけど、ちょっと操作性がシビアすぎますよね、もう。ちょっとそれがなきゃね、もっとサクサクあれして。楽しめると思うんですよね。これダメかな。本当にね、ちょっと画面が小さい割に、ね、本当に1ドット単位のね、操作のね、あれが影響するっていうか、もっと画面ね、でかくできないんですけどね、スーファミの限界というか、昔のゲームの限界というかね、これもダメか。いやー、ここ1時間ぐらいあとかかりそうっすね。これね、引っかかったダメだし。
これで。で、ちょうどいいかな。ごめんなさい、いらっしゃいませ、こんにちは。そっちじゃないんだ。だ、そっちじゃないんだ。もう、それはできなきゃな。これなんか確実に本当に作れる方法ないんですかね。ありません。あ、ありませんなの。運がすべて。運がすべて、ね、こういうパズ謎解き要素で運が絡めて最悪だと思うんですよ、僕としては。階段ない。帝王の運は？さあ、僕の運は一体どこなんでしょう。そこ、階段足りてない。あんな、これもシビアだな。なんかもうちょっとあるんですかね。こんなんただの運ゲーやん。ねえ、だと、ただ、あるね、あるかもしんないし。レミングスが親指を立てながら溶鉱炉に落ちていくシーンは涙なしには見られませんでした。それ、レミングスじゃないでしょ。ターミネーターじゃないの。はい、70個目さえ出します、こんにちは。これ作るしかないんですかね。マジ？ああ、遅かった。ちょっと待って。あぶね。とりあえず落ちることだけは回避できたけど。
これだとこの1階で階段作れりゃいいんですが、これ何に運なんですかね。頼む頼む、どっちか階段作ってくれ。作ったか作ったか、よし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 。行ったか、これは行ったでしょう。これ完璧でしょ。これはさすがに行った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 、よーし。これなんだかんだ言ってね、多分犠牲者一匹も出してないでしょう、うん、こんな感じで。これ正解でいいんですかね。もっとなんか、まあ大まかなとこはあれでしょうけど、もっとなんか簡単にできるとかあるんですかね。よし、あーよかった、意外と早く終わりました。マジすごい鉄ですわ。ね、行きました、やっぱ。よし、ちょっとまたパスワードメモりましょう。けーたこ、あと3つ、違う4つか。27、28、29、30で、この難易度終わり。デブリ27、何コールインザボム。和骨ですて、王さん。ヒント絵描きもしていけるなんて、ほんとすごいですね。はい、いろんな方法があるからクリアできればいいのですよ。パチパチパチ。いや、でももっと簡単な方法があればね、あれなんですが。横アピさんいらっしゃいませ、こんにちは。100で 60% でいいの？60% でもね、逆に低きゃ低きゃで、なんか難しそうな気もするし。コールインザボムスカット。これスタート？待って、ボムとストッパーと階段で、ここに、どうでしょうね。こっからでも階段を作ってもね。どうやってあれすりゃいいんでしょう。あ、帝王だ。はい、ムーンさんいらっしゃいませ。じゃあ今27行ってます。質問なんですが、何自爆って上に穴開けられるんですかね。ちょっとあれですが、まあいいや。開けられるよ。開けられる。じゃあこっから開けた方が早いんで、開けられるかな。ただ狙い通りに。やったことないけど答えていいの？やったことないのに答えられるんですか？4、3、2、1、5。あ、ダメか。さっき階段作んなきゃダメか。で、さらにっていうか、あれか。帝王ちゃん来ちゃった。1、0。ダメだ。はい、どうも。おやつさんいらっしゃいませ。こんにちは。でさえ。結構難しい。また人民爆破してるのね。鬼畜だね。鬼畜王。なんとでもおっしゃい。あ、これもうちょっと8でもよかったな。こうなっちゃうもんな。
3、2、1。でも多分こういうことだと思うんですよね。ちょっとずつ掘りながら自爆で、4、3、2、1で、ちょっと押す。4、3、2、1。面白いから誰も何も言わないでほしいわ、あえて笑。そう、84個目されます。こんにちは。そんなになんか面白いっていうかあれですか。知ってるけど言わない。今ちょうどなんか書こうとしたからセーフだった。何のことですか。ないんですかね。タイミングさえあれすればって、思うんですが。出てくるのもっと遅くできないの？できないです。早くすることはできても遅くすることはできないんです、ね、何それクソゲーじゃん。そう、そう言われてもね。感じじゃない？ねえ。ああもう階段がダメだ。ああ失敗した。ああダメだ。結構きついかな。なんかもっと別のものなんですかね。でも時間考えたらね、でもそんなにあと3パーあるけど、カソテヨー、こんにちは。はーい、90個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。でもこれじゃこんなもんでしょうね。圧倒的に足りないし、階段の数がそもそも足りてるのはやっぱこれしかないと思うんですよね、やり方は。ただ67、
しょうね、でもこれじゃダメだ。違うのかな、なんかもっと、でもそれしかないと思うんですよね。あ、間違った。よし、行くさん。行くぞ。予想できる？はい。予想てか、いや、今日スパゲティって言ってました。ごちそうだね。ね、5、6、3、2、1、0。贅沢だね。何が贅沢なんですか？やべ。スパゲティで米が食えるかってどなった？なんでどうなるんですか。スーパーゲッティはやっぱミートソース派？ナポリタンク派？和骨？お昼はローキャベと焼きそばでしたっけ？そりゃ、そう、ミートソース派ですよ。低温 A ってミートスパ以外でないの？はい？お昼はどうしてもいいね。そうです。はい。新ガンダムさんいらっしゃいませ。こんにちは。4、3、2、1、と、これ折り返せる？折り返しきついでしょうね。俺は焼きそば王になる。なるほどですか。4、3、2、1、0。そこじゃ足りない。これ難しい。でもこれしかないですよね。何のことですか。スパオ懐かしいね。階段これしか作れないし、でもこういうことですよね、多分。やめてからであかんの。え？し、あ、なるほど。し、あ、なるほど、頭いい。前々からうすうす思っていたけど、帝王の発想力があまりに乏しくないから。しょうがないでしょ、中卒の頭なんてこんなもんですよ。はい、109個にされてます、こんにちは。いいじゃないですかね。そんなイライラするんだったら見なくていいですよ。
そうだよね、ストッパで止めてから爆破だよね。いえいえ、いえいえ。ちょっとあれだな。そうか、ストッパーか。そういう手もあるんですね。これであれか。そうか、中卒ってこれほどなのか。そうです、大変だな、ね、当たり前じゃないですか、中卒ね。普通の人が絶対ならないね、あれなんですけど。気づいてしまったか。中卒設定を守るために48分も使ったのね。どういうことですか。48分で一応一つのステージはクリアしたでしょうね。そんな言い方はなくない。何この自爆推奨ステージ。そういうゲームでしょ。中卒ゆえの過ちというものを。わあわあわあ、ちょちょちょ、何今の。あ、50% だっけ。何か60ですかね。あ、ですか。なんとでもおっしゃい。ジンダちょっと場所が悪かったですね、止めたところが。これもういけると思うんですよ、ね。ダメか。ちょっともうちょっとギリギリ寄せなきゃダメでしたね。まあ今度はいけるでしょう。足りるかな。ジュボン脱ぎました、ね。階段左向きに作った方が良さそうね。ジュボン左向きに作ったわ。僕も。でも左に作ってねえ、ここでうまくあれでねえ、こっち行っちゃったらあれだから、こっちのがどうでしょうね。はい、129組さん、130組さん、いらっしゃいませ、こんにちはと僕は思うんですが、もうちょいギリギリに寄せれば落ちないでしょう。あ、やべえ、忘れた、なんて落とした、あれ、
貴様、それでもジオン軍か。何のことですか。あ、間違えた。ちょっと階段、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 階段が、階段の数がちょ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 。帝王は連邦の犬だから。何のことですか。あと階段作りゃ大丈夫と思うんですね。それで登れるんじゃないの。よしよし、登った登った。よし、あとは兵をどん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 出せば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 。よかった。ありがとうございました。おかげで助かりました。いえいえ、出ちゃう出ちゃう。いえいえ、いえいえ。なんでヒントくれた人以外がいえいえ言うんですか。おかしいでしょ。いえいえ。いえいえのあれが違うでしょう、ね。こんにちは。いや。はい、ヘビーさんがさ、ありがとうございました。ね、60で90ね、十分でしょ。これであと3面か。ついにあと2ステージか。え、あと3つでしょ。ヒントくれた人に感謝だ ね、 ね、サンキか。レベル28、ポア・ミクリエイチュアーズ、何でしょうね。100で70、1で、ポアしないで。ポアしちゃう。待って、これいきなり、ポアしないで。いや、これいきなりパラシュート、ちょっと待って、パラシュートで、あっちに行けってことし、もう、なんか、トラップ壊されるぐわ。されないけど、これ何、いきなりどういうこと、うん、いえいえ、放送を助けるのはリスナーの仕事ですから、僕にお礼なんて言わないでください。なんじゃこりゃ、わらわら。罠かな？罠ではないでしょうけど。お、山田の歌だ。階段作んなきゃあれなんじゃない？で、こんな間に合わないでしょうけど、こんな。罠かな？罠かな関係ないでしょうけど。なんだ？ドカベン。マナカナダンス。ひどい。いや、ひどいけど。ですかね、登らしたってしょうがないでしょうし、でも階段作るしかないんじゃないかな。でも、マナとカナどっちが好き？知らないで、どっちも大してあれでしょう。
しかないんじゃないかね。これが作るまでは。え、これでも足りないの？わ、死んだ。何が違うのかな。早くあれする。登らしてかな、例の。でもどうしようもないよな、これ。どうでしょうね。パラいちこじゃなー。してどうする？あれだ、作れるわけでもないし。眠いけど寝たら帝王に殺される。何のことですか？ああ、わかったかも。マジっすか？わこ帝王。それでね、はい、160円国際いらっしゃいませ、こんにちは。いえいえ。じゃあ僕も。どういうこと？いや、でもこれで。テイちゃん嵐に聞いたよ。いえいえ。帰ってじゃ。そっち行っちゃうのか。そっか、それそれ。いや、でもこれで U ターンさせなきゃダメでしょ。あ、わら、反転か。はい、あやはらさんいらっしゃいました、こんにちは。多分でもこういうことですかね。帝王って実はモテるでしょ。なんでモテんですか。モテる要素がないでしょ。てか女の子にそんなモテてね、あれだったら。そんなあれ、そりゃもう。すまないでしょ。何が、そりゃもうですか。ちょっと待って、どっから作る？この辺から？バレンタインとかトラックに大量のチョコ乗せて帰るもんね。何のことですか。僕のコメントに3連続で何のことですかっておっしゃるんですけど、はい、どういうことでええですか。はい、別にいい、悪いじゃないですよ。これでもどうするんでしょうね。横掘って、これが何なのか分かんないですよ。大量の藁人形。これ何なんでしょう。藁人形じゃないでしょうけど、で横掘ってどうすればいいんでしょう。怪しすぎる、わらわら。
怪しいなんて思っちゃないでしょ。ただの絨毯だよ。はい、ただの絨毯絶対違うでしょ。これもっとペースされた方がいい。怪しいなんてレベルじゃないでしょ。ほらねえって、これでどうかな。あとはこれが何パーいってるかですよね。火だね。火ですか。何パーでしたっけ ?70 パーぐらいでしたっけ、何が違うですか。おお、あぶねえ、ギリギリですね、2パー差です。ちょい目を離してるうちにクリア、はい、やっぱすげえや。いや、ありがとうございます。何が知恵ですか。おすごい。これで28目くり、あと2つだ。うん、TTO マーク。もしかして今日クリ、はい、ね、いけますかね、あと2つでしょ、ね、タクシングの難易度は。難易度がどれくらいですか。 いや、ちょっとすごいと思った。わらわら。そんなすごいですか。 How do I dig up the way? 何ですね。100の95の84と。クリアしたらまたアンケで次やるか決めよう。いやーですよ。絶対あるじゃん。ホールないろいろ。うん、どうでしょうね。この次ギレンです。何のことですか。難しいですね。もう大学院卒は稼ごうってばらしてもいいよ。何言ってんですか。なんだか難しそうな面ですね、うん、休憩がてらヒントを絵描きしますか。いいです。帝王が楽しめるゲームでいいよ。まずその前にこの面を終わらせられるかでしょうから。特に考えなくてもいいのかな。あんまり、ただ階段が5ですからね。まあ、アンケ取ってみないとわからないんじゃない。アンケ取ってみよう。簡単そうだね。いや、そんな簡単そうでもないでしょ、きっと。もう一人だけ先行かせて、かな。すぐ行けそうだけど、どうなんだろう。一人だけ行かせて、行かせて、登らせて、U ターンでこっちに穴掘って、で、良さげな感じなんですが、パッと見だとね、なぜこの簡単そうなのがここで出てくるのか分かんないですね。それは
やってみるとむずいからでしょうね。そうですかね。よし。どんなもんでしょうね。まだ進んではいないし、マッチアートでいくらでも、なんとでもできるでしょう、これ。あれ、ちょっと間違え、間違えた、しくじった、何やってんの、もう初歩的なミスをしてしまった。 95% ですからね。そっか、逆にあれか。わこせよ、今のレミングストイレ我慢してたの？違いますよ。どうしよう。199個目されしも、最初のあれをせき止めるのは山かな。どうしよう。これじゃダメですよね。5%ですもんね。トイレミングス面白かったですか？いや、面白かったかな。アウディドアディグラップ。おっさんがずらかぶってデートしてるぞ。デートですか。まあいいですけど。わらわら。ちょっと待って、足の。多分掘る。え、遅かった。あれまだ掘ってる。遅かった。
せるのが5体。僕ここなら何か面白いヒント書けそうな気がします。いいですよ。ああ、難しいな。違うか。2体殺せばいいんだ。1体じゃなくて2体にして。違うか、別に。3つでもいいのか。95だから間に合うか。え？ちょ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 、そっちが95だからさ、3体だからもう大丈夫大丈夫。ただ問題あったんですね。登れないの？登れないの？一体前スルーでダメか。三体だと、あれか。どうなるかですよ。ジェットストリームアタック、自爆。ね、適当なところで斜め掘ってもらいとして。どんくらいでしょうね、あと。その見極めが。難しいかな。まあ多少余裕持たせてもいいっちゃいいかもですけど、ここアイコンたくさんだから簡単じゃね。え？アイコン？まあ解ければね、あれでしょうけど。どうしよう、まずいかな。失敗したかもしれない。そこじゃダメなんだよ。それパラシュートつけるけど、こっちが全然間に合ってないか、まだ。掘りすぎた、早すぎた。なんだかんだ言ってもう3人殺してますからね。あれかな。はい、スパークさん、200ポイントありがとうございます。これまずいかな、下穴開いちゃう、もしかして。あと2分。コラムかなって階段作った方がいいかな。何階の黒ひょうきん族
テイセフォーさん、こんちは。誰ですか、テイセフォーです。はい、安倍晋三さん、いらっしゃいませ、こんにちは。聞こえてない、なんか、弱走してる。これ自爆させないとまずいかな。大丈夫、下に穴が開かなきゃいいんですけど。完璧です。大丈夫か。まだ問題は、97はまだ97いるか。97は96か。まあ、大丈夫か。なんとかこれでいけるかな。危ねえ、わら。ギリギリ。大丈夫かな。これは本当に今日クリアだね。そうですかね。なんとかいけましたね。今日のおやつは何を食べ過ぎちゃいましたか。おやつは食べてないです。215分さえいらっしゃいます、こんにちは。よし、なんとかこれできました。そんなの困る、レミングス見れなくなっちゃうじゃん。もういいじゃないですか。十分やりきったでしょう。次ラストか。さあ、み。おぉ。じゃあはい、ラスト。タクシングの難易度。レベル30行きましょうか。ラストどんなんだろう。どうなんでしょうね。意外とあっさりいけたりするかもしれませんし、We all fall down 60の100。ほら、殺しちゃダメか。ギリスレート1。遅い。全員殺しちゃダメ。全員生還か。どんなんでしょう。おろす定番のあれ。おろす定番のあれ。帝王涙が出てきたよ。ん？おろす、あー、これ？これ？これが最後なの。これが最後なの。これは簡単だね。いや、わかんないですね。でもね、時間のあれもあるし。60人分これ、わらわら。ねえ、どぐらいでしょう。60、わら。50ぐらいでいい。帝王号泣してますぶわ。これが最後か。60くっそわろた。ねえ、相当シビアでしょ。笑いが流れてるね。だるい、わら。もはやアクションゲーム。一発クリア目指そう。どうでしょうね。うまくいければいいですが。ああ、終わった。ああ、ここか。思い出した。レミングスクリアしたら次はレミングスにやるんですか。いや、わらわら。なんでですか。さよならレミングス、さよなら帝王。ちょ。なんじゃこや、わらわら。最後は楽しいステージだね。ちょ、あ、やっちゃった。次はレミングスの RTA。 やっちゃった、これ画面スクロールするのもちょっと難しいな、くそ。わらわら、くさ。どのぐらいでしょう。50ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思うんです。
最後なの？ん？このな、この難易度が楽しいそうじゃないですか？さあ、やったことないからどうなんですか？2ってなんか変わるんですか？いや、もっとダメ？ 50 じゃ間に合わん。ダメだな、なんかきついな、カーソルずらすのもあれだし、危ねえ危ねえって言った。新品4万だって。マジです、そんな高いの？なんすごい面倒なステージだな。高60ぐらいの人とかダメかな。クリアできそう？まあ何回やればさすがにいけるんじゃないですか。中古でいいですよ、100円でしょ。中古でも5000円。高っ。しかし最後にこれを持ってくるというのはどうなんでしょうね。にプレミアついてるの？少ないんじゃないですか、ソフトも。ちょ、死んじゃった。難しいな、やっぱ50で。わらわら、これも早エイムやん。ねえ、エイムですよ。前の難易度の時は何でしたっけ？クックスの雷平原の200回酒を思い出した。あ、それもきついらしいですね。やったことないけど。あー、まずい。助かった。これででもまだ42、18。あー、ちょ助かってる。わらわら、ちょ疲れてか、そっちよりも、ああ、死んじゃった。マジか、あとちょっと。いや、結構余裕あるぞ。そこまで切り詰めなくても。危ねえ、わらわら。それもだけど、ちょっとさ、最後のあれが、間に合うかどうかちょっと見とかないとですよね。これじゃ全然遅い。分を、これ最後か。これ仮にあれして、落ちて、このペースで間に合う。56だから全然まだか。50だから。いやでも足場は足りそうだけど。足場はまだ余裕あったし。バンしよう。何でバンバン、何やですか。32、31、30。でもこんなもんでも結構ギリギリでしょ。27、26、25、24、23、26、21、20余るか。
もうちょっとペース遅くしても大丈夫かな。よし、45くらいにしてきましょう。ドキドキしてきた。そう、まあ時間かかるけど。あ、でも意外とギリギリかも。良い方法ないですかね。例えば帝王さんが。何ですか。僕が一体何だったんですか。下で受け止めろとか、そんな無茶ぶりしろとか。いい方法思いついたけど。本当に265ミサイルしますよ。でもこれいい方法も何もないんじゃないですかね。なるほど、お腹で受け止めると優しい。教えてあげない。教えてあげないの。教えてくれないの。いい方法あるけど教えない。教えてくれたっていうケチですね。まあ、これだったら多少99でいいんじゃない。いや、早すぎるでしょ。早すぎるでしょ。さばきれないでしょ。これ一回一回やめたらダメなの。止めたら、止めてる間指示できないんですよね。多分ある程度掘れば着地できるでしょ。ある程度掘れば着地足りるの。足りるんじゃないの。ある程度掘るなんて、ち、何言ってんすか。ちょ、あれ？なんでさっき、ちょ、ギリギリ？ギリギリ？大丈夫？ギリギリ？危ねえ、結構あれね、ほとんど、隙間なかったのに、結構あれ、結構ね、シビアにやったのに、危ねえ、時間、あと時間ですよね、時間30分、足りるか。危ねえ、何、こんなシビアな、これメーヘル、一番最後のメーヘルもあるですか？大丈夫しよう。時間も、大丈夫しよう。奇跡が起きたね。ねえ、ギリギリでした。前向きだー。お疲れ様でした、帝王との。パチパチパチ、さすがです。ほんと。パチパチパチ。ありがとうございます。あ、千代様です。パチパチパチ。はい、ラスボスのネタバレお願いします。ラスボスのネタバレ、帝王内定いいですか。クリアおめでとう。ありがとうございます。いえいえ。IHSOWUI。まあ、一応メモっときましょう。パチパチパチ。これで、ありがとうございます。パチパチパチ。これでなんかエンディングみたいなのですかね。おめでとう、お疲れ様でした。自爆しろ。ヒントお絵描きなしも寂しいですが、すごく良かったです。いや、それほどでも。終わったの？あっさりました。エンディング？かわいい。尻見せた。これどうなんでしょうね。今日も尻出してる。一応じゃあアンケしましょうか。はい。305名さん、一応これは別にアンケの、ね、あれでないですけど、僕はここで終わった方がいいと思うんです。一応アンケで聞いてみましょう。リスナーさんの下の意見を。一応ちょっとアンケ聞いてみましょう。はい。ね、ここまでチュートリアル。そうね。
僕はこれぐらい、ね、これぐらいがちょうどいいと思うんですけど、もうこれから明日ますますね、もうギャーとかストレートとかね、もうギーってね、もうディスディスして。こっからが本番なのか。そ、ね、んなことあるわけないでしょ。はい、じゃあ、二択でお願いします。またね、アンケでないよ。一応アンケです。今から出しますね、はい。よかったら、ちょっと、はい。チュートリアル終わったね。何てですか、はい。何やチュートリアルですか。チュートリアル最初のあれで十分でしょ。これ皆さん。でも今見てる人は、あれでしょうからね。純粋なパズルじゃないからな。目押しがきつすぎる。ねえ、きついですよね。多分ね、さらに難易度上がったらもっとシビアになるんでしょう。さてどうなるか。僕はちょっとやれる自信ないな。ここで終わった方がいいと思うんですが。と思うんですが、じゃあ結果見てみましょうか。はい。はい、3219。割れたなぁ。シビアな結果、ね、わらわら。あ、はい、割れたねぇ。アンケは絶対。いやいや、わらわら、絶対じゃないですよ。半数以上が見たいって。半数の人はもういいって言ってるんでしょ。324個無才な人もいるので、いや、ちょっと。ね、一応これは参考意見で聞いただけで、別にこの結果が絶対ってわけじゃないですからね。まぁ、あ、ちょっとだけじゃあ、うん。一面だけちょっとやってみましょう。それだけちょっと見て。ちょっとひどくなってきた。わら。ねえ。まあ嫌にならない程度にね。ねえ、なるでしょう、まあね。これがどんなもんか、ちょっと一面だけちょっと見て。一面はちょっとね、辛いぞ。辛いと思う。ショップね、しかも8分ですもんね。そうね、やってみよう。これが、8分。落ちてるの、15で、どうでしょうね。多分この高さ死ぬかな。助かりそうな高さには見えるんですが、どんなもんでしょうね。こっから作って、こう作って。まあ楽なステージもあるよ、多分。でもストッパーと、あれ、何パーでした？ここ、うわぁ、これもきついか。速報、これ俳優のシシドジョーさん、86歳。でもこう、よし、なんもないですが、どうかな。亡くなられたんですか？わかんないですね。和骨？すごく大変そう。わら。はい、ヒデさん、あれですね。ちょっと待った。ちょっと待った。初手からしておかしいじゃん。初手からしておかしいじゃん。ちょっと待って。初手からしておかしいじゃん。わらわら。初手からして読むんだよ、ここ、ね、わらわら。初手からしてどうすんのっていうか、これ掘れないんでしょ。これ鉄だから掘れないんでしょ。ちなみにシシド城の息子はシシド界。ちょっと待って、どうすんの。とりあえずまず止めるってこと。最初からすごい、わら。絶対助かる高さと思ったけどな、わら。待ってんの。で、これで、こうして。シシド城ってほっぺにシリコン入れてるんだっけ。そうなんですか。いきなり忙しいですね。ねえ、いきなり忙しいです。ちょ、死ぬ。こういうことじゃないの？これで助かる？助かる？でもこれどうしよう。ってことはこれも死ぬってこと？もし、この高さも。男前すぎて役者に向かないからシリコン入れたんだっけ。帝王もそんな顔に生まれたかったね。
死ぬか死ぬのか、そこも死ぬのか。これどうするでしょう。もう何考えてこんなの作ろうと思ったんですかね。よくもまあこんなの考えつきますよね。なんだかんだ楽しんでる帝王。楽しんじゃいませんよ。無理でしょ多分これ。あ、そっか。どうなんだ。またやめたいオーラが出てきたよ。そろ本気でヒントのお時間ですかね。まだヒント使えますよ。次の段も同じようにするしかないよね。これで、あそっか、あそこあれしちゃったからダメなんだ。ちょっと待って、それ以前に、どんぐらいだ、こんぐらい。いや、そこででもあれしちゃダメです。もう、いや、これむずいな。もう初手か初っ端だからむずいじゃないですか。もう、あ、間違えた。もうこれ何パー、しかもこれが 90?100で10体しか来れない。これ無理でしょ。ちょっともう、いやちょっとこれはむずいねえ。もういいんじゃないかな。ねえ、前のステージがイージーに思えるぐらい難しいね。わら、ねえ、これどうすりゃいいんでしょう。100はすごっ。せっかくだし、最後の難易度もクリアしちゃおうよ。難易度跳ね上がっていますね。無理でしょ、これ。もういいよ。ねえ。無理でしょ。もういいよ。過半数以上が見たいって言ってるんだよ。ああ、無理無理。ああ、僕これはもうやりきれ自信がない。もう明日からソフトワークを創業する帝王の姿が、もう明日から別のゲームやるアンチェでしょう。これは無理だ。どうすりゃいいんでしょうね。なんか、来年もやってそう。死なさい、いや。実際見てみたら僕らも地獄を見てる気になりました。ね、さっきのアンケで気持ち切れてる。先が気にならない？はい。先があって気になるって言っても、もうこっからなんか動画とかだよね。うまい人の見てね、あれ楽しむ動画いいんじゃないですかね。が踏み入れちゃいけない領域でしょ多分これ。と思うんですが、どうなんでしょう。ここまでやったし、最後までやらないとモヤモヤしない。いや、もうこれやった方が絶対モヤモヤするパターンでしょう多分。
これは、いや、やったら絶対後悔する難易度でしょ、多分。と思うんですが。せめて間開けるとかね。これをクリアできる自信は、ないな。夢に出てくる難易度です。諦めんなよ。無理ですよ。やめが多かったら速攻でやめてそう。最終より電、より電車されますもんじゃ。いや無理でしょこれ。できるできる絶対できる。なんでそこで諦めるんだそこで。早々に諦めて続けて今の帝王があるわけで。大丈夫？こうなっちゃう。じゃあいつやるのか。半分以上が帝王に期待してるんだよ。期待してくれた。半分の人はもう休めてね、僕のことを気遣ってるんですけど。377個目さえお願いします、こんにちは。いや、でもね、絶対、あれでしょう。俺は続けてほしいけど帝王には期待してないよ。夜に1日1面ずつの枠追加すれば？だってこの1面くそんでね、そんなもう時間作るあれもないでしょう。これどうすりゃいいんでしょうね。この辺かな。帝王さんがプレイしてて楽しいならいいんだけどね。楽しめる余裕があればいいんですけどね。上にホルバイタリテのあるやつ入ねえのか。いないですね。所詮ゲーム、帝王の楽しめるので。ねえ、自信ないな。これもなんか落ちそうですよね。時間も結構大変そう。ね、そろそろもう行かせないとでしょう。
階段の数も結構渋谷だし、そこでそう落ちるか、もうお前せき止め役に使わないとまずいじゃん。早く来て、まずい、時間足りない、時間足りない。まずいな。あと8つでいける？90ですかね。もうこれ以上犠牲者出せないですもんね。ここどうすんでしょうね。それもそれであれだし、掘ればいいんじゃ。え？掘れば。ダメだ、失敗だ。もう殺せないし、階段が全然足りん。このゲームやめましょう。やめた方がいいんじゃないかな。ねえ、そんな無駄に作ったってわけでも、まあちょっと使ったり。ねえ、一枚でちょっとこれじゃ。終わった方がいいんじゃないかなと思うんですが。ここはわかんないですね。まだやってんですか？もうちょっと。この辺からだったらもうちょい切る。帝王が苦しんでるだけなのを感じるし、リスナーでゲーム部分で楽しんでる人いるのか。さあどうです、休憩しますか？トイレやお茶飲みましょ。帝王さん、次のゲームのアンケートです。アンケートやるとしたら明日しましょう。今日はあれだし、明日アンケしましょう、久しぶりに。いやー、ちょっとまあね、もしかしたらちょっとあれでしょ、ちょっと間空けましょう。ちょっとこれはきつすぎる。多分こんなんがあとね30残るんでしょ、あるんでしょね。えさっきのね一番ねタクシングのねラストのあれだって相当シビアだったし、これ終わった方がいいんじゃないか。受けるかな。もっと難しい面が待ってそうだね。ね、あるでしょうね、多分。これまでのレミングスの感想どうです？いやね、でもコンセプトね、ゲーム自体はね、面白いと思いますよ。ただ、ね、いかんせんというか。ね、ちょっと操作性がね、もうちょっとシビアだったんじゃなかったね、もうちょっとその。面だけ見れませんの？
見れないと思いますよ。多分かね、クリアして進まないと見れない。帝王さん、実はこれ前 M30 表クリアすると超鬼畜裏ステージがあるんですよ。見たくないですか？マジですか？ちょいミスしたらやり直しなのがきつい。ちなみに自分はそこで投げました。まだ先あるのか。わら、ヒント絵描きの時間間に合ったわ。ヒントも何もないでしょう。はい、デレリコさんいらっしゃいます。こんにちは。いや、ちょっとやっぱもうここで終わった方がいいんじゃないですかね。わこつてよ。しかも、そんな次もあるの本当に僕無理でしょう。実はもうクリアしちゃったんですよ。続行だよ。これに挑戦するなんてさすが帝王。いやでも無理です。本当に。道は前にしかないんだよ。だって自信ないもん、これやりきれるね。え、僕程度の頭でね、ここまで来れただけ十分でしょうね。えこれ以上ってなるとちょっとね、ねえ、もうちょっとね、そうシビアなあれじゃなきゃね、やりたいって。もう一度アンケート、わらわらもう言って、ゲームなんてやってる方は楽しむもん。だってもう一回って言ってもね、諦めるからクリアできないのですよ。いや、そうでしょ。嫌な感じするなら独断でスパッとやめるのがいいんじゃ。僕はここでね、知り添えた方がいいと思うんです。もう一回アンケートやってもでも変わらんでしょうね、あえてこの難易度見てどう思うか。どうなるだろう、わら。次のゲームね、またやった方がいいんじゃないかな。間開けるにしても。反対にすればよかったかな、そういう意味じゃ。このゲームやり始めた過程も説明したら。過程は、いや、ね、リスナーさんのリクエストで、ね、アンケートで上位に入ったから、ね。アンケートやっても同じ結果になりそうだな。他のゲームみたいけど、帝王が苦しむゲームがいい。そう、苦しむのをね、まあ、やけかましょう。はい、もう一回ポチッと。なんでたか、なんで増えるんですか。増えるって増えてる、わら。増えるってどうなの。見たい人が増えた、わらわら。なんでですか、無理でしょ、クリアできんでしょ。嫌がらせで。嫌がらせですかね。わらわら。でも一面いけそうじゃないですか。いや、だってこれは長いですね。ディコトさんいらっしゃいます、こんにちは。リスナーさん怖い。これね。わら。いけそうって言ってもね、まだこれね、いけるっていうかね、でも確実にいけるあれないですもんね。なんでですの？わらわらひどい。わらわら。終わった方がいいんじゃないかな。ね、どの道か。期待 100% だと思った。なばかな。ねえ、もう絶対クソゲー連呼しますよ、こんなんね。もうクソゲーって。そんなさも見て、ねえ、他のリスナーさんが楽しめるとも思えないんですが。どうしよう。アンカは絶対。アンカは絶対って何言ってるんですか。はい、429個目さんいらっしゃいます。でもなぁ、クリアできる自信ないし、絶対に入れて今回他のゲームに入れたんだけど、わら、こんなにレミングスファンいるなんて知りませんでしたね。まあ確かに見てる分にもね、多分ね、面白いってね、どう攻略するかっていうのもね、見たいっていうのもあるでしょうからね。でもね、これも、操作もシビアだしね、素早くね、指示しなきゃだし。ちょちょちょおじさんが苦しんでんの見てニヤニヤしてんだな。私も2です。やりたくないならやめますでええやん。その方がいいような気もするんですが。どう
なんでしょうね。あ、死んじゃった。難しい面やってもらってヒントお絵描き待ちですか、もしかして。これだけのモチベもうこんだけ疲れるんですもんね、最初のあれで。もう、違う違う、こうじゃダメなんだ。あ、いや、やっぱダメでしょ、ちょっとこれ。高さでいいんだ。調子。どうでしょうね。もうダメだ。もう。やめやめだわ。もっと苦しんでゲームをいいリスナーに囲まれてますね。いやですよ。やっぱりやめた方がいいんじゃないかな。残ってるうちにやめたら、ね、ちょっと申し訳ないけど、ちょっとこれはこれ以上はやんね、ちょっと、まあ、間開けるかなんかでね、ちょっとあれした方が僕はいいと思うんですが、続けてやるにはちょっとあれでしょうし、忘れちゃうかもですけど、申し訳ないけど、ちょっとゲーミングさ、ここで終了にさせてください、ちょっととりあえず。